さあ隊列が最終コーナーに差し掛かってきます。イエローラインを通過をしていきまして、ブラックアウトをスタートが切られていきました。まずは1コーナーに向けて石田城の頭を押さえていきました澤田真嗣。さあまずはホールショットは澤田、先ほどの予選ヒートではそんな余裕ないですよなんて言っておりましたが、後ろから来る石田を抑えるのに必死だったと語っていました澤田が、まずはホールショットを決めていきます。澤田、石田、そしてその後ろには石川、今日が誕生日を迎えました石川優也が現在3番手、そして三宅敦もスタートよく4番手、先頭集団に加わっています。さあ三宅敦も先頭集団に加わりました。トップ4台でのトップ争い、先頭集団ということになります。昨年の鈴鹿選手権のシリーズタイトルホルダーチャンピオンに輝きました三宅敦、その三宅が4番手まで上がっています。そして5番手にはゼッケン12番をつけます富田あるが、さあそしてオープニングラップアクシデントがあった模様で、数台のマシンが遅れを取っております。ゼッケン23番の前川、そしてゼッケン28番福原が今コントロールラインを通過と遅れを取っています。さあその前川の後ろにトップ澤田真嗣が早くもついてきそうな、そんな勢いです。さあまずはこのスタートして序盤、石田城に対して大きなマージンを設けてきました澤田真嗣。オープニングラップから2周目、でコンマ7秒という間隔を空けてきています。澤田真嗣は2番手石田に対してコンマ7秒、そして石田城の後ろ石川三宅は3台パック、間を空けまして富田あるがを先頭にしたこの第2グループは5番手以降です。富田、狭間、春日井瀬名、そして稲よりもポジションを上げてきましたか、稲より現在8番手となっています。11番手スタート、嬬恋大会でも非常に勢いを見せておりました稲より隼人。さあその稲よりが今日も予選、まあ、思わぬペースアップができるというようなところで11番手からのスタートとなりましたが、さあその稲より巻き返しを誓いまして、さあポジションが上がってきました。現在8番手で通過です。さあトップ争いに目を戻していきましょうか。バックストレートエンドの6コーナーから7コーナーへと向かってきましたトップ澤田真嗣。その澤田の後ろ石田城が、2周目でコンマ7秒間を空けられておりましたが、じりじりとやはりまた近づいてきましたか。さあ石田城のタイヤにも熱が入ってきたんでしょう。グリップを増した石田のマシンが、さあみるみる近づいてきまして、澤田真嗣の後ろコンマ356というようなタイム区間隔へと移ってまいりました。3番手石川を引き離して石田城が前の澤田との一騎打ちに、さあ狙っていきます。開幕2連勝に向けてというこの石田城、そして開幕やられてしまった石田の前でなんとかチェッカーをくぐり抜けていきたい澤田真嗣。はい、ここまではその澤田がラップリードを重ねていきながら最終コーナーを立ち上がってきます。さあ再びこの5周目でもファーステストを塗り替えた澤田真嗣、このレース序盤で石田城の戦意を喪失させたいと言わんばかりにスパートをかけております澤田が44秒629というファーストストタイムをマークいたしまして、後ろ石田との間隔を再びコンマ6秒へと引き離します。さあそろそろその澤田の前にバックマーカーも視界にちらちらと映り始めているでしょう。オープニングラップのアクシデントで遅れを取ってしまったバックマーカーにそろそろトップが近づいていきます。さあそしてそのトップ2台澤田と石田城が3番手以降石川を引き離し始めましたでしょうか。さあトップ争い4台でのパックが
ここはばらけてきましたか。その3番手にはどうやら三宅敦が上がってきている模様。石川をかわしまして三宅が上がっています。さあ今度は前に立った三宅敦が石田城に近づいていけるでしょうか。さあまずは先頭2台からバックマーカーを処理していきまして、ここは困難なくきれいに道を譲りました。さあ沢田真嗣、石田城、そして1台間を空けまして、3番手三宅敦、4番手石川優也、そして5番手には富田あるが、その後ろ春日井瀬名も奮闘中、さらにその後ろ稲寄隼人、狭間翔太が少し遅れているでしょうか。狭間翔太は8番手にドロップです。その狭間の後ろには夏目湊、開幕嬬恋大会、地元の嬬恋ではオーバーテイク賞ポジションを上げて、4番手に入っていきました夏目湊が、さあここ、アウェーの琵琶湖でも9番手シングルポジションへと入ってきています。現在レースは9周目に入ってきました。さあ間もなく折り返し中盤を迎えてこようかというこの9周目、トップ争いは依然と変わらず、この間隔コンマ4秒というような間隔で、近づかれたら離していく、離されたら近づいていくというような、その激しいレベルの高いこのトップ争い。さあ今度は石田城が沢田に近づいていきまして、コンマ3秒を切ってきました。コンマ3秒の間隔を切ってきます。さあじりじりと石田城が近づいてき ました。そうなると今度は沢田真嗣がスパートをかけていく、このラップということになりますが、全くもってミスは許されない、そんな高いレベルでのトップ争い。予選ではなんとか石田を抑え切りました沢田、全く余裕ないですよとお昼休みも語っていましたが、さあこの決勝レース20周というこの長丁は集中力を切らすことなく石田城を抑え切っていけるでしょうか。さあ今度はやはり沢田真嗣が石田城のラップタイムを上回りまして、4秒665というラップタイム、再びまたその間隔を少しだけ広げていきます。コンマ359と、さあこのコンマ3秒というこの壁、磁石のように近づいたら離れ、そしてまた同じ磁石のようにくっついていくというような、そんな S 極 N 極を繰り返していくような、入れ替えていくような、そんなトップ争い。そして2番手3番手は大きく間が空いております。石田城と3番手三宅敦との間隔は大きく空いておりますので、ここは3番手バトルはここのバトル、自分たちのバトルに集中をしていきたいところです。2番手3番手は2秒という間隔ということで、三宅敦そして石川優也というこの、直接対決、表彰台をかけての対決、さあ一騎打ちということになります。さらにはその後ろ5番手は、富田、そして春日井瀬名、トップ5に向けて富田アルガに食らいついていけるか春日井瀬名、その瀬名の後ろにはゼッケン27番の稲寄隼人も近づいてきました。さあ3台でのこの5番手争い、このレース中盤の13ラップ目、まもなく終盤へと向かっていこうというような、そんな時間帯ではありますが、
依然と変わらずこの澤田真二、石田城というこの2名の一騎打ち、コンマ5秒の間隔、まあ、開幕戦同様のこのトップ争いということで、やはりまあ今シーズンはこの澤田、石田、まあ、タイトルに向けてのこの西地域の有力ドライバーたちは直接対決という展開になってきました。この第2戦、まあ、早い段階でこの2名のドライバーたちの間、もしくは前に立っていきたいライバルドライバーたちということになりますが、その筆頭といたしまして、現在3番手をいきます三宅敦史、そして石川優也、さらには開幕戦でも表彰台に上がりまして、ここまでのレース、今日のレース最後尾スタートからここまでポジションは、現在は、18番手あたりとちょっと今日苦戦をしております水野幸喜、まあ、こういったドライバーたちがこの石田、澤田の争いに加わっていきたいところです。さあ、ここでゼッケン18番の夏目湊がフロントフェアリングを失いまして、ピットへと戻ってきてしまいました。8コーナーでその夏目のフロントが、飛んでおります。さあ、これは、夏目湊はこのままストップ、リタイアということになってしまうでしょうか。現在レースは16ラップ目に入ってきました。トップ澤田真二が依然変わらずラップリード、そしてその間隔まだまだ詰まってくるのか。残り5周というレース終盤に入ってきました。ラップリードを積み重ねてきました澤田真二、後ろ石田城もしぶとくコンマ3秒とまたまた近づいて、さあ、つかず離れず状態のこのトップ争いがまだまだ続いていく。さらにその後ろ3番手争いも三宅と石川のこの3番手争い、さらに5番手富田アルガが単独走行へとなっていったでしょうか。春日井瀬名との間隔が広がりまして、逆にその春日井瀬名の後ろ稲寄が少し詰め寄ってきているでしょうか。ここは、入賞をかけての、6番手争いということになっていきます。上位6台が入賞となりますジュニアクラス。さあ、その6、入賞に向けて、さあ、瀬名のスリップから稲寄が4コーナーで入ってきました。バス会社のインサイド、稲寄がズバッと飛び込んできまして、4コーナーポジションが入れ替わりました。6番手ゼッケン27番の稲寄隼人が6番手に浮上していきます。さあ、そしてトップ争い、トップ澤田真二は最終コーナー立ち上がり、澤田、石田がこの距離でまだまだ、ね、続いていきます。18周目、残り周回数はあと3周です。残りは3周。さあ、このトップ争い残り3周、さらには3番手表彰台をかけての戦い、そして1台間を分けての入賞をかけてのこの、6番手争いといったあたり、さあ、2×2×2というような、直接対決テール2ノーズになっています。このレース終盤残り3周から残り2周へと入っていこうというそんな、中、さあ、バトルがそれぞれ直接対決 2×2 というような隊列になっています。もう祈るような形で澤田真二、さあ、こう体を伏せながらホームストレート、19周目へと入っていきました。残り2周、集中力を切らすことなく、ミスをすれば一瞬で石田城にそのポジションを奪われてしまうというような、その緊迫したトップ争い。現在レースは19ラップ目。そして三宅敦史と石川優也のこの3番手争いですが、ここは少しちょっと間が空いてしまったか、逆に詰まってきたのは春日井瀬名。さあ、再び稲寄の後ろに近づいて、春日井瀬名入賞に向けて、6番手に向けてテールトゥーロードに持ち込みながらファイナルラップへと向かっていきます。さあ、レースはこれでファイナルラップ、今トップ澤田真二からファイナルラップへと入っていきました。2番手は石田城、その間隔はコンマ2秒、コンマ273というような間隔通過です。泣いても笑ってもこの第2戦あと1周。さあ、石田城は澤田真二を超えていくことができるのか。トップ澤田が、次からバックストレート、
この間隔はまだ空いている。さあまだこの6コーナーオーバーテイクポイント、6コーナーではパスはできません。そして8コーナーに向けてもこの間隔、さあここを抑えきれば最終セクション、ゼッケンナンバー4番、ゼッケン4番をつけます澤田真嗣が2012この西地域第2戦見事なトップチェッカーを決め抜けていった。開幕の雪辱を果たした澤田真嗣、石田女王に対してこんな5秒という間隔トップチェッカーをくぐり抜けます。そして3番手には三宅敦史、表彰台獲得となります。4番手石川優也、自身の誕生日を表彰台で祝うことは一歩及ばずといったところですが、速さを見せつけました石川。そして5番手には富田あるが、6番手入賞は稲寄隼人がなんとか入賞をキープです。7番手春日井世良、8番手狭間翔太、9番手森岡真央、10番手柿本和樹というトップ10でジュニアクラス西地域第2戦終了を迎えます。